プロラのお時間になりました。本日のテーマは何を意識するか、それが9割と。いや、今回の記事はね、マジで有料級です。マジで有料級、有料級すぎて分かんない人は分かんないと思います。でもはっきり断言します、断言していますけど、今回の記事を理解して実行できるんだったら 100% です。 100% お金稼げるし、 100% 人生変えられます。これ言い切ります。本当にそれぐらい言い切ります。でもこれも言いますけど、ほとんどの人が理解もできないし実行できないっていうね。だから結局まあ変えられないってことなんですけどすいません、結局変えられないっていうオチですけどね。でも僕は少なくてもこのブログで今日書いたブログのことを実行してきている。だから金も今日のブログを書いてきたことを実行しているから、金も稼げるし人生も変えられるってことですね。それを理解してるしで意図的にやってるしね。だからこれからも意図的にやります。知ってるから、本質まで深く理解してるから。でも多くの人っていうのは多分その深く理解して実行するまではやらないでしょうね。でもね、まあ本当にもうこれが全てなんじゃないかなみたいな書きましたんでまあもう人間の構造っていうのはね難しいんですよね。でもこれ何ですかね、まあ、僕もいろいろ勉強していろんな体験してるからこそもう身に染みて分かることだし、でも多くの人は僕ほど経験してないし僕ほど勉強してないと思うんですよ。なんでまあでも分かりやすくは書いてますよ。一応分かりやすくは書いてるんですけど、ふーんぐらいなんですよ。へーみたいな。みたいなね。それが、もし僕の記事を読んで電流が走るとか、確かにみたいになると、まあある一定経験積んでる方かなとは思います。未経験の人が読んでも、多分、何も電流走ないと思いますね。だから僕が有料級ですって言っても、有料級に受け取れないと思います。多分有料級に受け取れないんだったら、それは多分経験がない、もしくはもう吉田さんすいません、確かにそうですけど僕もやってますみたいなね、もう実践者ですよね。もう実践して人生変えてる人からするとまあまあまあそうだよねみたいな、でも今なんかもがいていろいろやっている、で経験もある程度積んでいるんだったらハッとするかもしれないですね。だからそのステージによってその受け取り方はすげえ変わると思います。でもできるだけ分かりやすく書いたつもりですけども、まあ、どこまで響くかどうかはあなた次第っていう感じですかね。でもね、これほんと難しいんですよ。僕もいろいろ勉強してきましたけど、これがね難しいんですよ。じゃあ簡単なね実験をしますけどね、あのこのブロラ、僕がそのブロラっていうものを始めて、新しいコンテンツとして始めてね、まあ、続けるためにその猫ちゃんを1匹ずつこう増やしてるんですよ。カスタムサムネイルなんかちょっと猫ちゃん増えてません？どうすか。まあ一番最初から見てないと分かんないかもしれないですけど、この猫ちゃんめっちゃ今ちょっとちょいちょい増えてません？じゃあこの猫ちゃん何匹いるでしょうと、この何匹いるか分かったらなんかプレゼントあげますよってもし言うじゃないですか僕がね。でそしたら多分猫に意識いくんですよ。で猫の意識でそのプレゼントのベネフィットだったりとか、そのプレゼントがめっちゃ欲しくなるような、あなたにこれを聞いてるあなたにもうピンポイントの無料プレゼントだったら、間違いなく猫に意識いって猫数えるはずです。もうこれも一つの、まあ、マーケティングというかね、まあ、心理戦というかまあいいや、まあ、とりあえずまあブログ結構内容こういうの書いてるんで、よかったら見てみてください。まああとね、あと新商品もリリースしてますので、6月1日までですかね、 1% の文章術、これもめちゃくちゃいいので、もし顔を出したくないペンネームでさらに自動化で、お金を稼ぎたいっていう方は、もう文章マジで大事なんで、めちゃくちゃ大事です。マジで大事です。だから僕の今コンサル受けてる2名も顔も出してない、本名を出してない、ペンネームでやってます。自動でこう売り上げ作ってます。300万いきました。文章です。文章です。はい。だ文章を書けないときついですね。本当に。なんで、まあ、ネットビジネスでね、そういう風に顔も出したくない、ペンネーム、自動で稼ぎたい、もう文章ですっていう話なんで勉強してください。明日まで、すげえお安い価格でね、提供してますので、興味ある方は裏メルマガ登録しておいてください。はい、それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。